生きてる。ちょっとガクト君うまいんじゃないって思ったけど、今完全に1個台無しにした技があってありましたの覚えてます？今ガクト君のすごいめちゃめちゃスーパーコンボを今披露したわけなんですけれども、明らかに今のがつながったら完璧にかっこいいかっちょいいものができたのに、本当に台無しにした人いたよね今。フラッシュ当てて最高だったのにね。正直なえたわ。最近空上のことばっか気になっちゃう。よくないですね。ほらよ、火柱が残ってくれてます。マジ光に PK ファイア当てても早く行動しなきゃ絶対因果率されるんですよね。ほら今殺してくれ本当に。今メス使い絶対ミスってはいけないシーンで光の横 B に空下を当てる、ミスりました、ほんま許して。横 B 来ると思った、そんなわけない。もう死んでくれー、もう死んでくれー、もう死んでくれー。皆さん見ました？今、いや今クーエヌさんがね今やってくれたので撃墜しましたよ。そんな嘘つかれると思わんかった。なんか最近日に日に増してすっぽ抜けてんだよな。これ当て方が悪いとか言われたらまあすいませんとしか言えないんですけど、まあ俺はぶっちゃけ待っていいんだよ。こういう時、ああ今俺待っていいんだって頭で考えないとマジで俺攻めちゃうんだよな。口に出して言う、対戦中でも、あ今俺これ待っていいじゃん、相手に聞こえる 声で。ああ 105% でこっち 0% だろ。え俺今待ってよくね。試合中にこれ言われたらガチムカつく。声出しちゃダメなこともある。別にルールにはダメとか書いてないけど、めっちゃ鬱陶しいなって思う。いた、対戦中にうまいってなんか俺の行動を褒めてくれる人。いやありがてえけど、俺試合中めっちゃクイナが感染してんだよ。だったらやめてほしい。いや感染じゃない、もう試合中に、別に後ろが言う分には知らんのよ。後ろが言う分には構わないんだけど、対戦相手がね、対戦相手が対戦中に、いやうまっ、嘘うまっ言うのよ。先生ガクさんが悪くないですか？え、でも俺その試合負けたけど。すっげえもう本当に昔、くっそ昔。え、でも俺その試合負けたよ。うまいなら勝つよね。ということがあるので。対戦中はあまり喋らないようにしましょう。危ない、なんかうわー、さすがにあーでも ここからなんもねえんだよな。巻き込まれんの怖すぎて PK ファイしか打てん。これできればいいんですけどね。これミスったら死ぬんだもん。
はいよ。だ意外と受け身を取るのがむずい。これは無理だろ、もうストック有利の時はもう行くしかない。試合が早くて楽しい。やるかやられるか。クロムがやる時も30秒で終わる。ネスがやる時も30秒で終わる。ジリジリする試合なし。ネスクロム。おらよい。まあ生きとるけどね。ちょネスの空母なんか強いな。いや弱い技ではない。ていうか強い技なんだけど、なんかそんな積極的に俺立ち回りで使うことなかったんだけど、ちょっと増やしてみようかな。なんかスルスル当たるぞ。なんか今空母の可能性にちょっと、まあ、可能性ありありの。やべえバカ。あ生きてる。最強の技ではあったんだが、撃墜ぐらいしかあんま振らんくて。ほら空前で毎回牽制してたけど空後だな。あのこれやりまくってた罰。横火空後で止めれるかもしれん。ほらでも OP クソ使う。空後しかフランクなる。ほら来いよ横火。ちょっと今までリスクはつけられなかったんだけど、ちょっと横火ならリスクつけられるかも。相打ちに持っていける。いやーこれ結構崖から離したつもりだったんだけどな。よしすいません、わかりました。今のネスは空母が熱い。今日これだけ覚えて帰ってください。デラックスプリンじゃあデラックスプリンのごとく振ってください。僕が言いたいのはそういうこと。デラックスプリンス、これガチ。